コンピュータ歴史博物館に展示されている、シェイキーシェイキーは、スタンフォード研究所が1966年から1972年にかけて研究開発したロボットである。移動能力のある世界初の汎用ロボットであり、自身の動作を推論することができた。当時、他のロボットが大きな仕事をするのに、各段階をいちいち命令されなければならなかったのに、対し、シェキは、 指令を分析し、基本的動作の列へと分解して実行できた。その性質から、プロジェクトは、ロボット工学だけでなく、コンピュータビジョンや自然言語処理も含めた研究であった。そのため、論理的推論と物理的動作を統合した初のプロジェクトとなった。シェイキーはスタンフォード研究所の人工知能センターが開発した。主な成果として、A 探索アルゴリズム、 ハフ変換、カシグラフ法などがある。1966年頃から1972年まで、チャールズ・ローゼンをプロジェクトマネージャーとして開発された。他に、ニルス・ニルソン、アルフレッド・ブレーン、バートラム・ラファエル、リチャード・ズダ、ピーター・ハート、リチャード・ファイクス、リチャード・ウォルディンガー、トーマス・ガーベイ、ジェイテ・ナンバーム、マイケル・ウィルバーといった研究者が関わっている。資金は、 国防高等研究計画局が提供した。2013年現在、カリフォルニア州、マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館にて、ガラスのケースに収められて展示されている。シェイキーに触発されて様々なロボット開発プロジェクトが開始され、SRI インターナショナルでは後に、センティバッツが開発されている。シェイキーシェイキーのプログラムは主にリスプで書かれている。 その中心となるコンポーネントがストリップスと呼ばれるプランナーである。論理的かつゴールベースのエージェントとしては世界初のロボットであるシェイキーは制限された世界を経験する。あるバージョンの世界は廊下で繋がった多数の部屋で構成され各部屋にはドアと照明のスイッチがありシェイキーはそれらを操作できる。シェイキーはプランナー内に 可能な行動の短い一覧を持つ。ある地点から別の地点へ移動する行動、照明のスイッチをオンオフする行動、閉まっているドアを開ける行動、頑丈な物体を上り下りする行動、固定されていない物体を押す行動などである。自動プランナーストリップスは、シェイキーが実際には実行できない行動も含め、与えられた指令を実行するための計画を行動の、 組み合わせとして立案する。操作者は例えば、プラットフォームからブロックを押し出せといった指令を、コンソールに入力する。シェイキーは周囲を見回して、ブロックが上に乗っているプラットフォームを特定し、プラットフォームに登るための傾斜路を探す。そして、傾斜路をプラットフォームまで押していき、その傾斜路を登って、プラットフォームの上に上がり、ブロックを押し出す。 これで指令を完遂したことになる。見た目はかなり背が高く、無線リンク用のアンテナ、ソナー距離計、テレビカメラ、搭載プロセッサ群、衝突検出センサーなどを持つ。背が高く震えながら動く様はその名前の由来となった。そいつにぴったりの名前を見つけるために、僕たちは1ヶ月ほども頭を悩ませた。ギリシャ語でこういう意味の言葉だとかなんだとかね。ところが、 仲間の誰かが言ったんだ。あのさ、あいつは、始終ガタガタ震えながらウロウロしてるだろう。だから、もうシェイ一ーでいいじゃないか。チャールズ・ローゼンシェイキー開発の研究成果には、ロボット工学や人工知能だけでなく、計算機科学全般にも影響を及ぼすものがあった。特筆すべき成果として、日天開の効率的経路を求める A、探索アルゴリズムの開発。 コンピュータビジョンやデジタル画像処理における特徴抽出法であるハフ変換の開発、障害物のある平面での最短経路を求めるカシグラフ法の開発が挙げられる。1969年 SRI は Shakey、e Sh x p e ーモンテ Montexion, IndoBot, Learning and Planning と題した24分のビデオを公開した。すると、このプロジェクトは、 報道機関の注目を集めるようになった。1969年4月10日付のニューヨークタイムズの記事、1970年のライフ誌、1970年11月のナショナルジオグラフィック誌などがある。この1969年のビデオは大反響となったため、アメリカ人工知能学会の AI 関連ビデオのコンクールはシェイキスと呼ばれている。 2004年、アシモや C-3PO や鉄腕アトムと共に、カーネギーメロン大学のロボットの殿堂に選ばれた。ありがとうございます。